はい。えっ、ー、と、まあ、これまでの授業でですね、とりあえずプログラムを読んで、大,まあ、大まかな意味を推測して、で、実際に書いて、そして実際に実行するというところまでやりました。で、この後、どんどん発展させていくんですけれども、そのためにはですね、今日やったところをちょっとより詳しく、まあ、このプログラムの内容をもう少し詳しく理解していきましょう。はい。えー、それでは、あのよ、やっていきますけれども、まずちょっと一行目見てみます。 ここを読んでみましょう。int, quantity, price, total. これどういう意味なのかということなんですけれども、えー、この int というのはですね、integer。えー、これ整数のことです。ね。えー、だからこれ整数ですね。整数。だからこれらが整数だって言ってるんですね。で、まあこれらが整数なんだけども、まあプログラミングの世界ではこれを整数変数。 変数というのをつけますね。整数変数であるというふうに言います。で、あの、整数変数というのはですね、実は整数じゃない変数もあるんですね。あの、時数とか、複素数とか、文字とか、いろいろありますけども、まあ、それでちょっとここで整数の変数だよというふうに書いているということになります。で、それで、あの、 何じゃそりゃと思うかもしれませんけどもこのプログラミングの時にはですねこの整数変数も含めて変数を宣言する必要性が必ずありますえー、整数変数あの変数をですね宣言しないとプログラムはうまく動きませんそしてあともう一つですねこの文の最後にはこの半角のセミコロンっていうのをですね入れる必要性があります ここだけではありません。全部そうですね。そうなってます。ね。はい。というわけで、まあ、ここではまず、あの、変数宣言をする必要性があると。ね。この場合には整数ですね。整数の場合にはイントって書いて、あと変数の名前を書くと、整数変数を宣言できます。で、あとすべての文の最後にセミコロンを書くということになります。はい。えっと、それじゃあですね、まあ、ここで、まあ、確認クイズをですね、えー、していきたいと思います。で、 このプログラムですね、えー、ちょっと先ほど作ったプログラムを少し変更したんですけども、まあこれ実は動きません。なぜでしょう。まあちょっとよく見てみてください。はい、えっと、まずですね、ちょっとこの、えー、これですね。トータルが変数宣言されていないというふうに書いてあります。 えー、ここにトータルっていうのがあるのに、えー、ここに変数制限トータルないんですよね。で、これは動かないんですね。というわけで、えっ、ー、と、これエラーが出ます。で、あともう一つ、ちょっとやってみましょうかね。もう一つは、えー、これですね。一行目が、えっ、ー、と、まあ、QUONTITY って書いてありますね。だからこっちは QUANTITY とに書いてあります。違うんですよね。 でまあ、これ、綴りの間違いなんだけども、まあ、よくあるパターンとして、こうやって綴りを間違えると、あれ宣言されてないよと。えー、コンティティってどこで宣言したのということになって、まあ、エラーが出ます。ね。えー、というわけで、まあ、これもですね、結局、綴りが違って、これとこれ違いますので、まあ、宣言されてないことになってエラーが出ます。もう一つ、これですね、2行目にセミコロンがないと。 ということで、まあ、これも、あの、動きませんということになります。ここにセミコロンをやらないとダメということになります。はい。えっと、それじゃあですね、まあ、先ほどの、まあ、間違ったプログラムですかね。まあ、それ、こういう間違いがあるからだというふうに言いましたけども、まあ、実際に、じゃあ、修正していきましょう。これ、先ほどの間違ったプログラムです。で、あの、エラーメッセージ見ますと、こう出てますね。セミコロンがありませんで、エラー。 で、3行目というふうに書いてあります。で、あの3行目見ますとあるじゃないかということになるんですが、あの、まあ、あの、コンピューターが考えるエラーとですね、まあ、人間が直感的に考えるエラーというのはちょっと少し食い違っていることがあります。まあ、ただし、その、セミコロンがないことでエラーだということは、まあ、これでわかるので、この前後を見ていますと、やはり2行目にセミコロンがないというわけで、ここにセミコロンを入れてやります。そうすると今度は、 えー、変数、a ンティ t y が存在しませんって書いてありますね。これどこで宣言してるんだと。あ、綴りが違うから、これが宣言されてないことになるんだというわけで、えっと、この綴りの間違いを直してやります。減りましたね。で、今度は、このトータル変数が存在しません。あ、ない。じゃあ、書いてやりましょう。はい、これでエラーが出なくなりました。これで解決ですね。 これで、えっ、ー、と、まあ、こういうふうになるということになります。ね。はい。えー、ということで、まあ、うまくいきましたと。はい。じゃあ次説明を続けていきます。今度2行目から4行目を見てみましょう。なんか、プライスイコール100セミコロン、コンティティイコール6セミコロン、トータルイコールプライスかけるコンティティセミコロンというふうに書いてあります。えー、これどういう意味かということなんですけども、これ、 プライスイコール100という意味ではなくて、プライスという変数に100という値を代入するという意味というふうに書いてあります。ねえー、これちょっと注意でありまして、あの、イコールという数学記号を使ってますけれども、まあそうじゃなくてプラ、プライスという変数、整数変数に100という値を代入しているよと、クオンティティというあの整数変数に6という値を代入して、これが6になったよと、ね、えー、で、トータルという 整数変数にこのプライスかけるクオンティティの結果を代入する。でこれが 100で、これが6だから100、100×6 イコール600という値が、トータルという整数変数に代入されるよと、まあ、そういう意味になります、ね。はい。というわけで、あの、これ、イコールといったものが、えー、等しいという意味ではなくて、代入という意味だと、ね、いうことだけ覚えておいてください。これ、あの、僕も最初ですね、お勉強した時混乱したんですけども、えー、そうではなくて、代入という意味になります。 はい。次はこの5行目から7行目ですね。プリントについて説明していきたいと思います。まあ、プリントって書いてあるんだから、まあ、印刷というふうに推測されますけれども、まあ、実際このこですね、このプリント文で、この変数の値やコメントを出力できるというふうに書いてあります。 で、コメントですね。文字。単なる文字は、ここですね。このセミコロンで挟んでやると、あ、じゃね、ダブルクオーテーションですね。すいません。ダブルクオーテーションで挟んでやると、その間がコメントとして出力されます。で、変数ですね。ここで宣言した変数の値は、そのまま書くと出力されます。で、複数あるときですね。例えばこのコメントとか、変数とか、複数あるときには、それぞれを、え、こんな、 カンマですね。カンマで区切ってやります。そうするとまあ、これは例えばプライスイコール、まあプライスの値、これ100か、えー、として円というふうに出力されると。えー、そういうふうな感じになります。まあ、例えばですね、じゃあちょっとここに追記してみましょうかね。 まあ、こんな風にね、えー、書いてみましょうかね。で、そうすると、まあ、このハローとマイネーム e is t a 佐藤というのがですね、出力されるはずです。はい。えー、こんな風にね、えー、出てきました。ちょっとこの言えんっていうのが厄介ですけどね。ハローマイネームイズ m e 佐藤 t a とね、えー、いう風に出力されましたと。ねえー、まあ、あと他にもですね、えー、いろいろできますね。 まあ例えば、ここに、えっと、まあ、ああの、そうですね、全部書いちゃいましょうかね。まあ、あこういうふうにやることもできますね。そうすると、まあ、あこの、マイネームイズ・タロ・サトの後に、まあ、あえっと、これ百これはなんだ、え六えそして、えっと、あ、じゃない、これが600か、六百六百と出るはずです。で。 しかも、こんな風に出るんですね。これから600、600と、こんな風に、まあ、連続して出てくると。えー、こんな感じになります。で、じゃあ、ちょっとこれ見にくいなと思うかもしれませんが、これは後で見やすくしていきます。はい、えー、ここで見やすくする方法は書いてあります。何かというと、プリントの後に LN というのを加えると、まあ、行末で開業するようになります。まあ、例えば、プリント l n ハロー プリント LN グッバイってやると、こうやって開業されて見やすくなります。ちょっとこれね、あの見やすくしてみましょうかね。えー、っと、まず、えー、そうですね、全部見やすくしましょう。開業しちゃおうかね。えー、っと、LN を加えていこうかな。で、こうすると、まあ、えー、っと、毎回開業するはずですね。えー、っと、開業しましたが、ちょっと、 そうですねこんな感じで開業、えー、しました。そうすると、少しこれ変更する要性がありますね。これいらないね。えっ、ー、と、わざと、これなんでこんなふうにスペースやったかとすると、見やすくするためになったんですが、開業した場合には、えー、これで OK ですね。これで消しちゃって OK ということになります。これで見やすくなったかな。 そうでですすね、えー、これで見やすくなりましたあとまあもうちょっと見やすくしようとしたらえっ、ー、とまあこんな感じで揃えてやってもいいですけどね,ねまあこんな感じで、まあ、少し見やすくなったかな。 はい、こんな感じになりますね、はい。というわけで、プリントに LN といったものを加えてやると、開、ま、業、あ、します。あと開業しないところでは、こうやって、まあ、スペース入れてやればね、こうやって、えー、スペースが入りますからね、まあ、そうやってきれいにすることもできます。はいえー、というわけで、いくらかです、ね、出力を、まああのですね、成形すること、きれいにすることができるようになりました。で、あのこのコンソールに出力するっていうのはです、ね、ちょっと地味なんですけれども、まあ、結構いろいろ使います。 あの特に、あの、そうですね、プあプログラムをいろいろですね、検証したりいろいろするときによく使いますので、まあ、コンソールの出力ですね、まあ、使えるようにしておきましょう。